こんにちは、ソキです。本日はメルカリ、中古入転売の売り上げ方をリサーチしてみた、メルカリまたはアマゾンのどちらの方法が売れますかというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画ですね、こちらのタイトル通りですね、メルカリ、アマゾン、どちらの方がね、商品売れるかってことですね。ぜひね、やってみて感想ですね、説明させていただきます。こちらですね。まずですね、メルカリなんですけど、中国から商品仕入れますよね。で、仕入れて出品します。で、人気ある商品ですね。例えばライバルがいない、もう全然ライバルいなくて、人気ある商品で即ですね、売れます。で、早いのでしたらね、もう出品後5分とか10分で売れてしまいます。それぐらい売れるんで、ぜひ、試していただければいいかと思うんですよね。で、レア商品ってありまして、レア商品って、その人気商品ならさらに人気ある商品ってあるんですよ。それはですね、本当に売れます。で、1日ですね、そうですね、もう多ければ5個とか6個とか売れてしまいますので、例えばね、利益が500円、600円でも、1日6個売れば3000とかになるじゃないですか。で、例えばストラップとかでしたら、もうとにかくですね、人気ある商品でしたら、1000円とかね、一気に出るのありますので、配送とかね、郵便局の120円、140円とかね。で、封筒は100円ショップで買っていただければ全然お金がかからないので、それで、ね、あの、売る、はん、もう送ることできます。で、メルカリっていうのは、ね、弱点なんですよ、一つ。で、どういったものかというと、同じ写真を何度も利用してるんです。アカウントで削除されます、これは。で、私削除されましたので、これやってる方絶対やられます。で、今ですね、ちょっと噂で聞いたんですけど、メルカリの方もですね、もう外国からね、優秀なプログラマーをどんどんね、入社させてまして、追跡機能とかつけてるみたいなんですよ。なので、すぐ目つけられるとアカウント削除されます。ぜひね、この点を注意して売っていただければ、どんどん売れますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。その次に Amazon ですね。これはですね、もう商品高く売れます、これは。本当に売れます。なので、出品価格自体が、ね、高いですよね。で、アマゾンっていうのは、消費者が、高級ですね、高級、上級、中級より上の方が購入にするために行きます。なので、出品していただきいいかと思いますね。で、上級者になれば、自動化ですね。うまく自動化システムを組んでいただければ、もう自動化で販売することができますので、安心していただきいいかと思います。ただし、一つ弱点があるんですよね。これ何かと言いますと、評価低い方とかね、商品を、ね、早く売ることができないと高く売ることができません。なので、この点を、ね、注意していただければいいかと思うんですよね。で、評価を上げることがですね、メルカリと違いまして、非常にですね、楽ではないです、こちらは。1年間真面目にやって、ゼロの方がね、1年間真面目にやって、やっと Amazon で売れるかなっていう形になるかどうかなので、継続力とかコツコツやる方はいいんですけど、一発勝負で狙う方はね、ちょっと向いてないかもしれません。なので、一発勝負狙う方はメルカリがいいですよね。で、コツコツ末永くやるよっていう方はね、数年かけてもやりたいって方はアマゾンをしますね。ぜひね、全然タイプが違いますので、使い分けていただければいいかと思うんですけど、アカウントをね、削除されるとかってなってくると、アマゾンのアカウント削除されにくいですね。なので、商品出すときも、アマゾンカスタマーの方にね、連絡するとかね、文化庁とかいろいろホームページで書き隠して売っていただければ、出品者ね、どういった商品を出してかっていうのを見ていただければ、アカウント取られにくいかと思います。よっぽどでない限り、削除されないかと思いますので、ぜひ、ね、試していただければいいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマイティマニュアル、プレゼンします。ニッキングスタンプをお願いします。あと、YouTube 詳しい質問は受け付けてません。ライト登録後によろしくお願いします。本日は、さあ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。